Thank you.
そこは一年中雪と氷に覆われた場所。厳しい寒さの中、小さな魔物たちは身を寄せ合うようにして生活している。三日月のような形の巨大な丘の先端から作られるつららが、吹雪の風で震え、独特の音色を奏でることから、こう呼ばれる。氷月の丘と。ここが氷月の丘か。綺麗なところだけど、寒い。氷月の丘は、あたり一面雪景色。元気な雄でも、さすがに応える寒さです。このくらいの寒さなら、我慢できるもんね。ブーブルー。
それでこれからどうしようか。コンコはフクロウじいさんなら花咲く森のことを知っているかもしれないと言います。フクロウじいさん？フクロウじいさんは氷月の丘の森の奥に住む雪フクロウの長老で、とても物知りで有名だとコンコは説明します。なるほど、それは期待できるね。行ってみよっか。ユウたちはフクロウじいさんに会うために氷月の丘を進んで行きます。
Thank you.
森の奥深くまで来た優とコンコ。この辺りにいるの？そのはずだけど、とコンコは自信なさげに辺りをキョロキョロ見回します。その時、頭上からホッホーと鳴き声が聞こえてきました。見上げると、木の枝に年老いたフクロウが止まっているのが見えました。あ、もしかしてフクロウじいさん？そうじゃが、見ん顔じゃな、人間の子よ。フクロウじいさんはユウの顔をいぶかしげに眺めます。私はユウって言います。はじめまして。ふむ、はじめましてユウとやら。それでこっちは雪狐一家のコンコじゃな。家族が大変な目に遭っているようじゃが、お主は無事なのか？コンコはコンコンコンとフクロウじいさんに説明を始めました。なるほど、花咲く森か。え、知ってるの？いや、知らんな。見たことも聞いたこともない。じゃが、光る不思議な花びらが本子のもとへ飛んできたのも事実じゃ。もしそんな森があるとしたら、あそこかもしれん。どこどこ？と身を乗り出すユウ。フクロウじいさんは話を続けます。空から氷月の丘を見渡せる鳥ですら、花咲く森なんてものは見たことはない。となれば、考えられる場所は一つ。氷月の丘の中心にいつも風雪が吹き荒れている場所がある。そこは気流が荒くて上空を飛ぶことはできず、視界も悪いため中がどうなっているのかは全く知られていない。この氷月の丘で花咲く森が隠れることができるのはここくらいじゃろう。これを持っていきなさい。話を終えたフクロウじいさんは、穴の開いたデコボコの石をユウに渡します。なに、この石。あれ、あったかい。お主みたいな薄着の格好ではあの風雪に一時と耐えられんじゃろう。その石には体を芯から温める力がある。持っていきなさい。いいの？ありがとう。コンコの家族を助けるためじゃ。このくらいの協力はさせておくれ。それと、ここ数日
この辺りで見かけたことのない凶暴な魔物がたびたび目撃されているようじゃ。十分気をつけるようにな。う、うん、わかった。気をつける。そして二人は何度もお礼を言いながら、フクロウじいさんの住処を後にしました。